ぼーっとしてんじゃないよ。はっ！あんたの狙い通りだ。ぼーっとしてんじゃないよ。くらえ！まあまあかな。あんたの犠牲は無駄にしないよ、ヤス。さっきは助かった。私はラビア。あんたは？そうかい、覚えとくよ。それで、なんでまたこんなところに？姉さん、大変です。演説会場で民衆と王国軍が乱闘を始めました。王国軍が小石爆弾で襲撃されたらしいぜ。おかげでウェーブランは大混乱だ。小石爆弾？民間人の手に入れられる代物じゃないね。やっぱり裏で糸引いてる奴がいる。俺らには関係ないって。姉子、さっさとずらかろう。早くしないと巻き込まれるぞ。あれ、この人は？ああ、ちょっと面白い奴でさ。この子らは私の子分、マイサとファカールだよ。あんたも一緒に来なよ。くっ！
次は私の番。次のターゲットはドイツだ。死ね。この程度かよ。次は私の番。みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はご馳走でお祝いだよ。これはみんなの役に立つよ。絶対このままじゃいけません。わかる、気持ちはわかるけど、まずはここを出なきゃ。じゃないと姉子の犠牲が無駄になっちまう。わかってるさ、俺たちは生き残らなきゃいけない。姉子の仇を取るためにもな。騒がしくなってきましたね。城門まで一気に走り抜けましょう。次は私の番。怒ったよ。
頑張らなくっちゃ。次のターゲットはドイツだ。死ね。この程度かよ。次は私の番。えい。ちっ、どうも。次のターゲットはドイツだ。いいぜ。次は私の番。次のターゲットはドイツだ。いいぜ。やるじゃんか。あ、なんでもね。俺がいるからには当然の結果ってことだ。下がれ！これより王国軍はここを封鎖する。ボートは でも町に残っていたら。あいつら見境なしに人を殺しまくってるんだ。頼むから出してくれよ。ならぬ。下がれ。奴らは民衆に扮し我が軍の使徒を闇討ちしておるのだ。何人たりともここを出すわけにはいかん。隊長、ボートが押し寄せてきます。そうか、ならば来るがいい。今日、命尽きるまで屍の山を築こうぞ。弓隊、構え。
やっと起きたか。よく寝るやつだにゃ。失礼なやつだにゃ。苦労して混沌の海から救ってやったのに。聞きたいことがあるなら早く聞くにゃ。もうすぐ昼寝の時間だにゃ。自分の胸に聞いてみるにゃ。君の願いのおかげで混沌の海で君を見つけられたんだにゃ。混沌の海は時間と空間の果て、運命が交わる場所だにゃ。と言っても今すぐ理解するのは難しいだろうにゃ。で、まだその願いを覚えているかにゃ。出たにゃ人間。あれを見なさい。あれは道しるべ。君の願いが叶えられるよう導いてくれるものだにゃ。適応が早いにゃ。とはいえまさか一人で混沌の海に突っ込むつもりかにゃ。やれやれ、もう一回助けるのは勘弁してほしいにゃ。少なくとも信頼できる仲間たちが必要だにゃ。思い悩んで迷ったら自分の時間を作って自分を励ますんです。クラクラする。あれ、あなたは。あの時の私たちは確か縄文で。え、ここってまさか天国？わかるわ。初めてにしてはなかなかやるじゃないか。僕の猫ちゃんは喋れるんですね。いやー、天国よりも楽園と呼んでほしいにゃ。ま、それはともかく。あの道しるべまで行けばみんなを助けられるんですか？
端的に言うとその通りだにゃ。しかし簡単ではにゃい。何せ混沌の海にはたくさんの。あなたを信じます。みんなを助けられるならどんなに小さいチャンスだって掴んでみせるよ。よし、それじゃ面倒な説明は抜きにして出発だにゃ。怒ったよ。